過半数を目標にして努力をしてきたのでありますが、党員の皆さんや関係団体、また多くの国民の皆さんのご協力をいただきましたけれども、目標を達成することができなかったことは、大変申し訳なく思っていますあのもともと今回、総選挙に臨む目標として、与党の過半数割れ、これは目標でしたので。 まあその意味では目標が達成できたということは、大きな成果だったと思います10月28日月曜日、今日の天気は雨のち曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、オープニングまずはあ昨日の衆議院選挙その投開票結果を受けて自民党森山幹事長そして立憲民主党野田代表の各々の会見、えー、まあ記者団にね質問に答えたと、えー、いう模様をお送りいたしました まあ、自故で過半数とういう目標を石破総裁も掲げ、えー、森山さんもうんそれをおっしゃっていたわけですけれども、結局、目標は未達となったとういう中で、じゃあ、あどうするんだとういう話に当然、これから先はなっていくだろうということ。えー このスタジオに届いたですね、長官各紙も、与党過半数割れという紙面が各紙一面トップから展開されているというところであります。で、あの、我々もですね、日本放送で7時半からですね、YouTube で配信番組を峰村健司さんと始めまして、 これあのー、日本シリーズの中継がありましたんで、えー、まず YouTube で走らせてということで、そして、えー、試合はあ9時20分過ぎぐらいに終わったのかな、えー、ですんで、まあ、そこから9時40分頃からですね、えー、ラジオと同時放送で飯田浩二の OK 浩次アップ総選挙開票スペシャルをお深夜1時までお送りしました、えー。そして30分のブレイクを挟んで、深夜1時30分から先ほど5時まで、えー、総選挙開票スペシャル国民の選択、えー、森田浩 時須田慎一郎さん、熊谷美穂アナウンサーでお届けしたということでありました、もうね、あのー、私がちょうど会社に来たぐらいの時っていうのは、うん特番が終わった直後ぐらいと、はい、えいう感じでして、まあ森田さんにしろ須田さんにしろ、タフだなというね、そうですね,ね<ー>熊谷アナウンサーもね、本当、一生懸命放送望んでましたね。うーん,うーん ああ熊谷さんは、えー、このね、あの私の特番支援一時前の特番の中では、うん、公明党担当ということで、はいでね、公明党本部で、えー、石井代表に、ラジオのイヤホンをつける耳つけという仕事があったりとか、もうして、だからね、えー、その石井さんがその後、特番の一部の一番最後で落選確実っていうのが出てというね。うー ままあ、まあそういった大物次々落選という感じになりましたんでちょっとねこの先どうなるんだと一応はあのー、今のところというかですね、えー 最後までの議席が確定,確定しましたので、えー、各党の新しい陣容というものはまとまりましたが、えー、自民党191そして公明党242、えー、つの政党、まあ、与党を足しても233の過半数には到底届かずと、えー、いう形になりましたで一方で、えー、立憲民主党は野党第一党148議席、えー、維新38、共産8国民民主28、令和9、えー、社民1、賛成党3 そして政治団体の日本保守党が3、無所属12ということで確定をしたということであります、まあ、この無所属の12の中に与党系の、まあえー、今回、非公認で戦って受かってきたという人もいますので、まあ、そうした人たちを合わせると、うん、それでも与党自公では過半数にいかないと。 にちょうど国民を足すと過半数ちょぼちょぼという感じになってくるというのがうまあこの先どうなっていくんだろうねというところなんですが。 まあその辺のですね、じゃ政党間の合唱連行、まあもうすでに昨日というか、もうちょっと前のですね、選挙期間中であっても情勢がだんだん出てきて、これはまずいなってなったあたりから、すでに始まってるんじゃないかというようなことが、まあ昨日のうん特番の中でですね、政党幹部いろいろを聞いていると浮かんでくるよねと。例えば、立憲民主党の野田代表が、自民党そのものと、 丸ごと大連立というのはありえないけれども例えば志を同じくするような人たちが塊で別の動きを見せた時にはやぶさがではないとおっしゃったりとかまあこれはですねっていうことは例えば誰かがですね自民党に手を突っ込んで二つに割るみたいなことがあるのかっていうねそういう動きをそういえば90年代によくやってたなっていうのは。 沢一郎さんという方がね野田さんのこう後ろにはおぼろげに見えてくるんじゃないかみたいなね。えー、私はインタビューしてて、そんな感じのね印象を受けたりとかもしましたし、また、政策ごとにパーシャル連合という形で、えー、やるんだということ、まあ、それもやぶさがではないんだというふうにね、えー、国民民主党の玉木代表や新馬幹事長はおっしゃっていたので、まあこの先どうなるか。その辺もね、えー、後ほど7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンでは、えー、産経新聞メディア報道部政治担当デスク、水内茂 ユキさんに選挙を振り返ってそしてこの先どうなるというところを聞いていきたいと思っております日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田康二の OK 康二アップ えー、選挙についてもねあの、いろいろメールや X いただいております。まあ、あの特別番組、昨日の YouTube で夜7時半からお送りした特別番組は、ハッシュタグもこの番組と全く一緒、はい、メールもそれで、えー、お送りしましたんで、もう地続きのようにね、えー、いろいろ論考を、ねえー、皆さん寄せていただいております、まあ。責任論であるとか、この先どうするとかね。えー いやーそう公明党も代表があ落選ということを代表だけじゃなくう副代表もということで大和モンゴロイドさん、えーまあ、かっこつきの裏金報道、まあ、政治資金収支報告書の不記載ですが、まあ、この余波ということでどうなんだろう交代するのだろうかなと。 まあ前回2009年に現職の太田昭洋代表が小選挙区で落選をしてまあ議員のバチが外れたという時には代表が交代したということがありましたんで、じゃあ今回はとういうあたりもね、もう本当、各党まずは自分のところの対応もそうだし、で、その上で、 こう多数派をどう工作していくかというのもあるしと、だからおののトップが変わったりなんかするんで、今度どこと交渉していいんだみたいな話もね、なっていきそうだなという感じもあります。 さあ,あ、今朝のコメンテーターは、二小学者大学国際政治経済学部准教授のゴーロクツ六シさんです。えー、今週の、というか今朝のね、えー、オッケー工アップは、まあ、昨日の衆院選の結果を中心にというところなんですけれども、今週1週間は一方で、特別企画が動き出します。えー、JR 東海さんの全面協力のもと、えー、JR ー、東海道新幹線開業60周年と、えー、弊社日本放送の開局70周年のコラボ企画が実現いたしました。えー、私、だが1週間には、 当たりまして新幹線、東海道新幹線60周年そしてリニア中央新幹線へと題して特集をお送りしてまいります。 えー、ラインナップニュースラインナップですけれども、まああのー、この、ね、特集はまず7時40分過ぎのおはようごめんなさい、えー。ここだけニューススクープアップのゾーンを中心に、えーまあ、各曜日お送りしていくということでありますで、えー、今日のニュースのラインナップまず6時50分過ぎニュース7時また際は衆議院選挙について、まあ、あの選挙の結果を受けて五六さんとともに日本の外交安全保障を考えていきたいと思います、えー、それからこの週末にはイスラエルがイランに対して報復 攻撃を行ったということでありました中東情勢も変わってまいりますまああるいはそれのねアメリカ大統領制の影響だとかも含めて考えていきましょう7時0分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは、えー、先ほどオープニングでもお知らせをいたしました産経新聞メディア報道部政治担当デスク水内茂之さんとお電話をつなぎまして、えー、これからというところもお話しいただきますそしてニュースプラスワンですが日米韓3カ国が北朝鮮のロシアへの派兵に重大な懸念を表明というウクライナ 情勢というところも考えてまいります。 今週はメールを送っていただいた方の中から抽選で毎日10人の方に JA なめがた塩菜からオリジナルブランドのサツマイモをベニーユーカ 5kg1 箱をプレゼントします。茨城県南東部に位置するなめがた市赤土のなだらかな傾斜のある畑は水はけが良くサツマイモの栽培にぴったりです。生産量、品質ともに全国トップクラスを誇っています。中でもベニーユうカはねっとりとした食感とスイーツのような濃厚な甘み があり焼き芋におすすめです。じっくり長めに焼き上げると甘みがさらに増します。ベニウかお近くのスーパーなどでもぜひお買い求めください。さあこの時間最新の株と為替の情報を外イタメドットコム総研研究員の中村つとむさんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします。はいガイタメドットコム総研の中村です。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 はいえー、先週末、現地25日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、はい、前の日に比べて260ドルちょうど安い、うん、4万2114ドル40セントで取引を終えました、はい、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は103.11ポイント上がって 円相場前の日よりも約50銭円安ドル高の1ドル =152 円34銭付近で取引を終了しました、はい、東京時間には日経平均株価の下落でしたりあとはアメリカの10年債利回りの低下を受けて151円台半ばまで上昇する場面も見られました、うん、ただ週末に衆院選を控えているということもあって、はい、円買いは一服 えー、そして海外時間に入りますと、はい、アメリカの9月耐久在地中や、10月のミシガン対消費者態度指数が予想を上回ったということで、えー、アメリカ10年債利回りが上昇、えー、それに伴いドルが買われたことで、円、え、相、ー、場152円台前半まで下落しました。そしして、まあ、昨日でですすね週末に行われれました衆院選ですけれども自民公明党の各 獲得議席が過半数に満たなかったということで、はいえー、日本の政局の不,不透明感が高まりまして、うんえー、今日はオセアニア時間から円が売られています<ー>、えー、円相場、えー、現在153円を挟んだあた、えー、りでの値、ね、動きとなっておりますなるほど、そっか、まあ、あの東京の市場に先掛けて、オセアニア、シドニーだとかウェリントンだとかは、すでに動いてますもんね。そうですね あやっぱりこの政局の不安定さというのは、円を売る動き、円安の流れになってきますかそうですね、あとはその株がどうなるかというところですよね、<ー>株も多分今日日経平均下がると思うんですけれども、はい、まあこのところは。あのー 通常であれば円安っていうのは株高要因であったりしますし、株が下落すると円,安になる円高になるんですけれども、えー、まあこういったあの政局不安とかになると、はい、まあ株も下落して、円も売られる、まあ、いわゆる日本売り、あ<ー>まあそういった形になるのではないかなとうはい,いうふうに見てます国債も売られてトリプル安とかっていうのも考えられますかそうですね、そういったこともあり得るかと思います。なるほどどかりりりままましししたたた中村さんうううもああががととごござざいい ここが気になるのコーナーナでスタジオ長官各紙が入ってまいりましたが、えー、今日はですね各社特別輸送体制となっておりますもうギリギリまで、えー、今回の総選挙の結果を盛り込むというところで、えー、そして各紙過半数割れというところを一面トップに持ってきています朝日新聞自公過半数割れ立憲140兆国民4倍、えー、裏金寛容下村氏ら28人落選 えー、読売新聞、与党過半数割れ、立民大幅増、えー、国民躍進、えー、政権枠組み流動化も、えー、毎日新聞、自公過半数割れ、立憲国民が躍進、首相と野田氏、互いに政権意欲、えー、それから産経新聞、自公大敗、過半数割れ、えー、衆院選、立民躍進大幅増、えー、国民は議席4倍に。 えー、そして東京新聞も裏金自民惨敗というふうにセンセーショナル見出しですね。えー、与党過半数割れ、立民躍進140議席長、えー。それから日経は自公過半数割れ、立民国民民主が躍進、えー、与野党政権枠組み探るというふうに書いております。まあね、この辺の話、後ほど産経新聞の水内さんとおはようニュースネットワークのゾーンで繋いでお送りしようと。 思っておりますでもう今日はねあの、ほぼ衆院選一色というような使命になってるんですけどあの、気になるところで、これ、毎日ですね,ね、総理の一日っていう、まあ、首相同棲というやつですよ、えー、これが載ってるんですけれども、えー、なぜかですね、えー、10時49分、日本放送の選挙報道番組に出演って、えー、他はですね、テレビ各社のとか、ラジオ各社のとか、インターネット番組にとか書いてあるんですが、どうしてだろうなと思ったんですけど、あの、多分ね、 1>, 1時間ごとに区切ってあの同じようなあところに出た場合はこうまとめるわけですよ、うん、でうち多分こう線引きの関係で十時台の一番お尻に確かに入ったんでなんで十時台のラジオ局はここだけだから日本放送って書くみたいな話だったのかなというね各紙のこの総理同棲を見るとですね、えー、ありがたいことに日本放送だけは名前が出てるていやそんなところで息気中してる場合じゃねえだろうって話なんですけどね。はい 懐かしいですね。このオルゴール、しかもね、そのスタートのところのね、えー、カチャっていう音まで入っている。お待たせをいたしましたえ。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。超特急光一号新大阪行きでございますと。 おそらくはそうやってスタートしていったんだろうなという、この、えー、昭和39年に開業した東海道新幹線、その当時のオルゴールチャイム、えー、車内チャイム、鉄道商家、オルゴールバージョンをまずはお聞きいただきました。そうなんです。新幹線は今年10月1日に開業60周年を迎えております。で、あのー、弊社は70周年とね、いうことで、コラボ企画をこれからお送りしようというところなんですが、70周年でね、実はあの、私も特番やったりなんかしまして、 でそこでいろんなです、ね、あの日本放送に眠る音声素材をひっくり返したらですね 新幹線に関してって待ったんですよ。で、そこから、えー、このね、新旧どうなったっていうのをお聞きいただこうと思います。60周年を迎えた10月1日、思い出してください。私は東海、東京駅の19番ホームで、この番組のスタートを迎えておりました。10月1日、コージーアップのオープニング、こんな感じです。東京駅 東海道新幹線19番ホーム今始発ののぞみ1号博多行きが警笛とともに発車していきます1964年10月1日同じこの東京駅から当時は超特急光1号が新大阪に向けて発車していきました今のぞみ1号がスピードを上げていきます東京駅19番線ホームから、 あの当時と変わらない白いボディに青いライン今も変わらずしかし車両は大きく変わりました団子っ端の 0K から今 N700S 最大時速285キロで走るというこの新幹線車両が今東京駅を出発していきました東京駅19番ということでですね この東京駅19番ホーム、周りの景色というのはもう様変わりしてまして、えー、インテリジェンスビルが立ち並ぶと、うん、昔そのね、えー、60年前というのは、あ八重洲口の方っていうのはあんまり高いビルがなかったというね、<ー>えー、写真も残っておりました。さあ、ではその60年前、ええー、光1号はどういった 出発をしていったのか実はね音源が残ってたんですよで、えー、担当されたのは日本放送の檜山アナウンサーでありました当時の予想を聞いていただきますいよいよ東海道新幹線営業1番列車超特急光1号の発車であります午前6時ちょうど東京駅9番ホーム19番線をただいま発車いたしますおなじみのアイボリーホワイトにライトブルー上品なツートンカラーの外装どっしりした車体。 ただいま、ドアが閉まりました。一車両が二十五メートルの十二両編成でありますので、実に三百メートルの長い列車であります。<noise> さあ、列車が動き出しました。万歳の声が苦ずして起こっています。新幹線光一号、みるみるマイクロフォン前を西に流れ去っていきます。 いやー檜山さんもやっぱりそのボディの色とかっていうのをね、えー、今も変わらずでありますけれどもおっしゃっていましたそして後ろで万歳三唱が起こるというあたりがね、えー、この日本の威信をかけてとういう構造物、えー、東海道新幹線のスタートを祝っておりましたこの開業60周年を迎えた新幹線スクープアップのゾーンでも特集でお送りいたします。 お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方 スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています また株と為替の最新情報もお送りします日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信していますぜひフォローして番組に参加してください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田工事の OK 工事アップ えー、市場待いでニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは二松学舎大学国際政治経済学部准教授の五六千吉さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。ますえー、本当は五六さんはもういつも通りに入ってくださってたんですけど、私が、えー、東海道新幹線であまりに興奮しすぎて、<laughs> ご紹介することも声を <laughs> 聞くこともすべて忘れていた。失礼いたしました。えー、申し訳ございません。 いかに新幹線が大好きかっていうのがよくわかりました。熱量 <laughs> をね目の前で見て、や、うんうん、ね <laughs>、そう好きを仕事にしちゃいけないんだなって。<laughs> でもまあ多くの日本人がね新幹線大好きです。最近は外国人も新幹線すごい評価してるんで、国人増えてますね。その意味ではあのまるで日本国民あるいは外国人観客が代弁するような熱さを <laughs> <laughs> 感じました。<laughs> フォローしていっただいう。<laughs> ありがとうございます。ますさあここからですね。あの昨日のね選挙の結果そしてその。 政策に与える影響というところを、えー、掘り下げていきたいと思いますね。今日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、えー、取り上げるのはこちらのニュースです。衆議院選挙全議席が確定、自民、公明、与党が過半数割れ。昨日投開票が行われた第50回衆議院選挙は全ての議席が確定し、自民、公明の与党が過半数の233議席を下回りました。 自民党の石破総裁は民放のテレビ番組に出演し、職責を全うするとして、辞任はしない考えを示しました。 えー、自民党191、公明24、自公で215、ということで、233には到底及ばず、ということになりました。立民が、立憲民主党が148で、野党第1党となっております。維新はちょっと減らして38、国民は4倍増で28、共産8、令和9、社民1、賛成党3、尿死党3、そして、えー、無所属、まあ、これは、公認を外れた、政治資金のね、えー、収支報告書の 記載問題でという人たちも膨らまれますんで、えー、この数字が後ほどまた、えー、追加公認になっていって自民党の数字がやや増えるかというところですがまあ、それでも事項過半数には及ばずということでありますこれどう見ますか そうですねまあ、最近のこの情勢調査見てると、結局、自公で過半数が焦点ってところだったので、まあ、結果そのものに大きな驚きないですけど、はい、でもよくよく考えると、1か月前思い出すと、ですね、はい、ちょうど総裁選がまあ自民の方でも、立民の方でもあって、自民としてはまあかなり多くの候補者が出て、でそれで一気にまあメディアもある種、ジャックするような形でですね盛り上げて、で結果的にまあ国民に比較的人気のある石破さんを選出して、そこからまあ選挙 選挙でっていうところで、うんえー、この過半数っていうのを。 超えると思ってたからこそ、ですね、はい、当初、自公で過半数というのを目標に掲げたとまに、ええ、まあこれ、ずっと安倍さん以来やってきたことですけど、それでもやっぱりハードル低めに設定しすぎじゃないかっていう声もあったわけですよねそれが今回、こういう形で1か月の間に切ったっていうのは、うん、まあそういう意味で、まあ、驚きではありますよねもともとね、石破さんが勝って、まあ、そうなると、解散はもっと後なんじゃないかと。そうですよね だから僕自身があの気になるのは、やっぱりこの1年、あるいは1年半、2年ぐらいのですねまあ自民党を巡るさまざまな不祥事が、この国民の不満につながったっていうのは大前提としてあった上で、この1か月の動きですよね、つまり、石破総裁首相になってからのさまざまなこの。 まあ態度、姿勢の変更であるとか、ですね、えー、そういったところを国民がどこまで見て、ですね、はい、今回の結果につながっている、つまり短期的な要因と、えー、まあ中長期的な要因の、えー、まあどっちが効いてたのかっていうのは、ですねあの今後、多分いろんな方が分析されると思うんですけれども、まあ見ていきたいなというふうに思いますよねうん、まあ、その辺ね、後ほど、おはようニュースネットワークのゾーンで、産経新聞の水内さんともつなぎますんで、まあ、政治の現場を長く見られた方にとっては、どう見てるのかというのはね、聞いていきたいと思います。 でまあ、これで、まあ、与党自公で過半数割れとなって、まあ、この先は政権 枠組みを作れなければあ基本的に政策が進まないということになっていく、どうですか、これご専門の国際政治、経済安全,保あ、えー、安全保障面で考えると、うん、やっぱりいいろろ懸念はありりますすかそうですよねやっぱりあの欧米なんかに比べると、はい、まあ日本はまだ安定していてですね、えー、で特にまあいわゆるヨーロッパなんかで見られるようなポピリズム政党というんですかね、うん、いわゆるまあ大衆迎合的な政党極端な言葉ことを言うような政党が。 まあそんなに影響力を持っていないっていうところで、まあ、世界からは日本、比較的この10年、15年っていうのは安定してるよねっていうふうにまあ評価されてたと思うんですけど、ここに来て、突然、この不透明さが増したというか、ですね、うん、まあ今後どうなっていくんだでとりわけこれ、国際情勢の今後っていうのを考えると、ここから10年ぐらいですね、まあ、2035年まで、ますますこの、特に日本を取り巻く、この東アジアの安全保障環境って悪化していくと思うんですよね。でこれ実際に戦争が起こる 例えば中国や北朝鮮が事を起こすってことをまあ煽りたいわけじゃないんだけれども、はい、その可能性ということは、ずっとこの10年ぐらい、まあ、あのかなり専門家の間でも指摘される中で、うん、えまあ安倍さんから岸田さんにかけてです、ね、まあ、日本としてずっとやってこなかった宿題というものを決めていったわけですよね。でこれ、今、実行に移しているフェーズなんですけれども、さて、じゃあ今後、こういったあの国内の状況を受けてです、ね、じゃあそれ、実行しきれるのか、つまり宿題をやりきれるのかどうか。 っていうところがやっぱり一番この見通せないというところは、その専門的な観点から見ても、やっぱ不安視せざるを得ないですよね、まああの。平和安全法制であったりとか、まあ、あるいは安保三文書の改定で、うんえー、防衛費、GDP 比2%にまで増額をすると。まあ、あの特にに防衛費に関してというのは、まあ、まだ 途中ですもんねそうなんですよ、だからこれ、2027年までに、はい、まあ最終的にこの GDP 比2%っていうのを、まあ、岸田政権22年末に国家安全保障戦略なんか、さまざ、あ、まな文書等も決定したわけですけれども、結局、今の今まで、じゃあ財源どうするんですかっていう話は、みんなこう避けているわけですよね、でどっかでやっぱりこのリーダーがあ何かしらの覚悟を持って、まあ、防衛増税なのか国債発行なのかわからないですけど。はい やっていいいいかないといけなとけだ,だけれども、それにはやっぱり強いこのパワー基盤っていうんですかね、権力基盤みたいなものが必要になってくるけど、うん、今回の状況を見ると、これ、自民党ももちろんないわけですけれども、じゃあ、の政党がそこをどうしていくのかっていうのが見えてこない、はい、まあ全体としてやっぱこの選挙の短かったのもあるかもしれないですけど、外交安全保障に関して、ほとんどやっぱり、この争点になってない、はい、まあ議論になっていないっていうところは、非常にあの専門的に見たときには残念なところだったかなと思いますね。うん うんまあ全体としてね、政策の議論がなかったんじゃないかということはね、指摘はされているところでもありますし。えー、まああの、このあたりね、えー、どうなっていくかというところ、指示をまたいで、えー、続いてい、えー、こうと思います。えー、衆議院選挙、自公で過半数割れ、まずは指示またいこのニュースでありました。 えー、この七島滝ぎの前半戦で、まあ、衆院選の結果を受けてという、まあ、安全保障についての、ねえー、お話もありました、これ、まあ、今回、較核大党は自民党が取ったということで、まあ、それを中心としたまずは主犯指名が行われると思いますけど、ここでいろんな政党とこう関係を持つことにおいて、政策への影響、特にまあ立憲民主党などは、えー、集団的自衛権一部容認は違憲だというのね。うん 話をしている、うん、まあどこまで引っ張られるかにもよりますけれども。 そうですねやっぱりこの、まあ、3つ目の政党というのか、はい、えこれから、ねはい、自己プラスアルファになっていくとして、うん、このプラスアルファの政党が、まあ、今後、もしかしたらキャスティングボード、まあ、その決定権みたいなところで重要な役割を果たすかもしれないというところがま、まさにですね、まあ、今後、見通せないというところですよね、うん、でこう見通せないっていうのは、これ、まあ、ずっとこのアメリカの大統領選挙を見通すときに、見通せないということが一番のリスクだっていうことを、はい、まあいろんな専門家が指摘して、 今後はその日本の外交、まあ、安保あるいは防衛政策においてもそういう要素,がこう要素を鑑みてこう見通していかないといけないというところが、うん、まあ非常に国際的にはまあ問題かなというふうに思いますよねうんこれ、あのーね、ゴルフさんヨーロッパ政治もご専門の一つだと思いますけどあのドイツなんかこういう時に大連立を組んじゃったりとかしますすよねねそうです、ねまあ、だからそれに慣れてる国なんですよね。あ<ー>あの例えばメルの ける政権の時でも大連立やっていて、で大連立のまあポジティブな面を上げるとすると、はい、この政権交代 政権の中にその野党第一党も入ることによって、ある種、権力の中に入るわけですから、当然のことながら、さまざまな、例えば外交安保とかそういった情報も得られるわけですよね。他方、リスクとしては、じゃあどっちが責任を取るんだっていう話になって、次の選挙の時にですね、結局どっちもどっちじゃねえかという話になって、より極端なあの政党にこうねあの票が流れるっていう可能性もあるので、もちろんそれはいいところもあれば、問題のあるところもあるんですけれども、日本ではなかなか そういういい経験がないので、うん、結局は結局、交渉ですね、連立を作る上での交渉をしなれてない人たちが、どういう形で妥協できるのかっていう、この妥協の文化っていう部分ですね、うん、で今回、ヨーロッパでもあのフランスで総選挙が、はい、あの夏前にありましたけれども、えーで、フランスなんかはまさにこういう連立交渉に慣れてない国なので、<ー>つまり大統領制がで、非常に大統領が権限が強いので、はい、つまりこの連立政権の交渉のためのある種、妥協の文化っていうのがないがために、 なななかなかか成立しなかったわけですよ、ね、で日本の場合は、うん、あのどっちの,その政治体制ともちょっと異なるわけですけれども、えー、まあそういう意味においてはこれまで約20年ちょっとですかこの事公が、はい、あこの一つの枠組み塊としてやってきたそういった時代が一つ終わって、うん、まあ新たな局面に行くだけれども新たな局面ではどういうことになるのかっていうのが見通せないっていうそういうまあ不透明感不確実性というのが、うん、あのリスクになるのかもしれないですね。うん さあ、そしてそんな中でもお、世の中というか、世界は動いております。週末飛び込んできたこんなニュースです。イスラエルがイランへの報復攻撃を実施。 イスラエル軍は26日、今月1日にイランが行った大規模なミサイル攻撃への報復攻撃として、イランの軍事施設などの攻撃をしたと発表しました。イスラエル軍の報道官は、すでに攻撃は完了したとして、イランが再び攻撃を行う過ちを犯した場合は、対抗する義務があると、イランを牽制しております。 ということで、まあ、あ大規模な、ねえー、ミサイル攻撃があった、まあ、それに対しての報復と。 いううことのようですもう報復の連鎖みたいになってるんでしょうかそうですね、まあ、今回のこのイスラエルによる攻撃、直接的には今月1日にこのイランが行った大規模ミサイル攻撃へのまあ対抗措置、まあ、報復措置という位置づけなんですけど、はい、まあよくよく考えてみれば、これ、1か月実施までに時間がかかってるんですよね。そうですねだからすぐに報復するんじゃないか、どれぐらいでやるのかっていうことがあの議論なされてたわけですけど、まあ、結果的にほぼ1か月かかって、おそらくまあかなりこのアメリカ アメリカとの調整、あるいはまあアメリカとの対立の中で、ようやくこれ、何をターゲットにするのかっていうところも含めて、ようやく合意に至ったっていうところなんだと思いますね、でこれ、軍事ターゲットの選定という意味においては、これ、アメリカ側がかなりイスラエルに強く働きかけてたのは、やっぱり石油関連施設であるとか、何よりもこの核施設の。 ター,ゲターゲットにするってことは、まあ、うん、控えなさいということを言ってたわけですよね。はい、ただ。このガザの情勢を見るときには、イスラエルっていうのは、もう、あのほとんどこのアメリカバイデン政権の言うことを。この、なんていうんですか、破ってというかです、ね。はい。まあ、いまあ、ある種独走している部分が、暴走している部分があったわけですよね。だから。うん、今回もそういう軍事ターゲットを選定するときに、その抑制が。 効くのかっていうところがものすごく懸念されてたわけですけれども、うん、まあ蓋を開けてみれば、もちろんこの直接攻撃し合っているという状況は非常に憂慮されるんですけれども、ある種、このエスカレーションコントロールをしているっていうところは言えるのかなと、<ー>つまり今回はやっぱりその石油関連施設であるとか、うん、核施設っていうものは回避して、ですね、はい、まあミサイルを製造している基地であるとかですね、しかもなんかこう、アメリカの報道によると、このイスラエルもイランに対してもこの事前にですね、 ええ、どこをこのターゲットにするよとか、どこをターゲットにしないよっていうことを事前に通知していたみたいなんですよね。なので、まあ、やっぱりこイスラエルとしても直接的に今、イランとまあ戦果を拡大して、はい、えもうあのコントロールできないような状況を作りたくないっていうのはあると思いますし、他方、イラン側もですね、まあ、被害は限定的って、はい、これ、実は4月にも同じようなことがあった時ですね、はい、あのこの互いにミサイルなりの攻撃があった時も、イラン側はこう自分たちの,あの被害というのは非常に 非常に抑えられているってことを強調してたんですけど、これ、だからある種、幕引きを図りたいっていう部分があるんでしょうけれども、だけれども、なんでこの4月に続いて今回起こったかっていうと、結局、あ,ある種特殊作戦みたいな形で、そのイランがあのサポートするような武装勢力のリーダーたちがこう殺されたっていうことがあったので、今回、イランの攻撃もあったので、こういったことが続けば、やっぱまた数ヶ月後に同じような事態がまあ起こる可能性 ここがやっぱり懸念されるとこかなと思いますよねうん、まあ、中東が不安定になると、日本は石油もここから買ってるわけですし、なかなか一とではいらないでしょうねそうですね、だから今、世界を見渡したときに、うんあの、やっぱりヨーロッパでロシアがウクライナを侵攻し続けていて、うん、そして中東で火が吹いている状況が続く、うん、でこれ、10年前までは、このアジアの方が先に火が吹くんじゃないかってことが懸念されてたんだけれども、結果的にはですね、はいうん、先にヨーロッパで火が吹いて、 でまあ、中東でまあ,ある種、日が、まあ、再燃して、うんでまあ、なんとか今、この東アジアでは戦争がまあ起こっていない状況だけでも、さっきお話したように、うん、まあ非常に厳しい状況は続いていると、この時にじゃあ、アメリカどうなるんですかっていうところで、ですね、ますます今後、アメリカの大統領選挙、重要ですし、じゃあ、日本がどうするんですかっていった時に、今回の選挙を受けて、不透明さが増しているということだと思いますおはようニュースネットワーク。 取り上げるニュースはこちらです。衆議院選挙全議席が確定自民・公明・与党が過半数割れ昨日投開票が行われた第50回衆議院選挙は全ての議席が確定し自民・公明の与党が過半数の233議席を下回りました与党が過半数を割り込むのは民主党政権が誕生した2009年以来となります えー、ということで、全議席が確定しまして、えー、各党の議席、自民191、立憲民主党148、維新38、公明24、共産8、国民民主党28、えー、令和9、えー、社民1、賛成1、えーあ、ごめんなさい、賛成党が3、えー、それから政治団体の日本保守党が3、えー、無所属12という数字で確定したということであります。 さあ、この時間はですね、えー、産経新聞メディア報道部政治担当デスク、水内茂之さんとお電話をつないでお話を伺ってまいります。水内さんおはようございます。あ、どうもおはようございます。今日もよろしくお願いいたします。あよろしくお願いします。さあ、犠牲が確定しました。大物の落選等々もありました。水内さんどうご覧になってますか けれども驚きですよね。えー、あの昨日のですね、はいえー、で、えー、投票してる途中の出口調査のあたりからですね、はい、あのもう相当厳しい結果が出ていてですね、まああの市民の中大混乱っていう形ですよね。あのただですね、はい、あのー。 正直言うと、昨日の午後ぐらいは、もう少し自民党にとって厳しい結果が出ると思ったんですよ、その出口調査を見ていると、立憲民主党の方が議席が上回るんではないかというようなデータも少しあったんですよね、んなんか、そこからすると、大敗には違いないんですけれども、ギリギリのギリギリのところで、少し粘ったかなという感じはするんですが、ただ、大敗には違いないですし、十何年ぶりかに今を。 はね、おっしゃられたように混乱の、うん、政治が大混乱の極みになるっていうかあの、そういうものは間違いないと思いますけどもね。はあ あのー、日本葬ではね、昨日特別番組をお送りしまして、水さんにもそこにもご出演いただきました。で、はい、あのー、その特番の中で、えっ、ー、とー、公明党の石井代表、まあ、石井さんも選挙区結局、落してしまいましたが、はい、伺った時に、やっぱりこの2000万円の、おはい、まあ、非公認候補の支部に支給をしたという、あの問題に関して、非常にこう、怒りというか、裏返しみたいなものを聞いたんですけど、はい、やっぱこの影響というのは、でかかったですか あの今振り返ると、ですね、はい、これがこう決定だというか、致命傷になったなと思うんですよね、うん、この問題が出るまでは、ですね、はい、まあこの時もかなりあの厳しいとは言われてたんですけれども、えー、自民、公明で過半数というところは、ギリギリいけたのではないかなというふうに、まあ、あの随所随所の世論調査見てても、ですね、うん、見てたんですけれども、はい、やっぱりこれが出た後にですね、あの どんどんばん十議席二十議席単位くらいでですね、ガッとこうされるのがあの見えてきたっていうか、いいね、自公の成あの成績がですね、お頭立ってこう崩れていくような感じになったなと思うんですよね。さあスタジオにはああ再生作業のゴール強さんもいらっしゃいます。どうもよろしくお願いいたします。よろしく、ね。 あの今、お話になったところとも関連するんですけれども、まあ、この1年、はい、1>, 1年半ですね、やっぱりこの政治と金をめぐる問題っていうのが、まあ、国民の間ではずっとこうくすぶり続けてたと思うんですけれども、はい、今回のこの大敗というのは、ですねこの長期的な構造的な要因なのか、あるいはこの1ヶ月の、まあ、石破政権、あるいは石破指導部のですねこのリーダーシップの問題なのか、どっちが効いてると考えられてますあの 正直言うと、それはあのう7、3ぐらいで、この1か月、もしくはこの半年ぐらいのせい、まあ、そうだな政、政治と金の問題がくすぶり続けていった結果というのが少しあるのかなと、7の方が政治と金の問題なのかなという感じがちょっとするんですよね。というのも、やっぱりあのちょっと正直言うと、自民党の中でもですね、この,あのああまあ、 あの政治的なの問題よりも、この飯芝さんの指導力というか、そういうものをまあ疑問するような人の方が結構多いことは多いんですけれども、ただやっぱり世の中全体として、ですねあのこれだけは許してはいけないという声が結構多かったですよね、なんか、それにやっぱり最後までこうしきれなかったというところもありますし。 もう一歩言うと、だからといって石破さんの責任がまるでないかというと、それは全然違うんでね、野党の人たちは当然政治と金の話ばっかりしか言わないわけですよ、特にこの1か月もそうです、選挙戦もそうですけども、はい、それに対して、やっぱりこう政策的にですね、まあ、立憲民主党だってちゃんと政権交代の準備ができているのか,っていうか、政権を担えるだけの政策がちゃんとやれているのかっていう争点をですねそっちに戻さなければいけなかったのに、やっぱり受け身的にその その言葉ばっかりをです、ねえーまあ、反論するっていうか、そこの戦いだけにちょっと終始させてしまった石破さんの責任も少しあるかなとは思いますけどもね、うん、あやっぱりそのあたり、こんな党に負けるわけにいかないとか、そういうような発言、結構、相手に乗っちゃった部分がありますか。 部分がすすごくあると思うんですよね立憲民主党の政策を見ても安全保障の問題とかですね、うん、あとは、まあ、僕なんか3人の子供がいるんで少子化対策なんかすごく興味があるんですけども、うん、すごく大きな財源がいる話をですね、うん、まあ出してきたりするんですけど、はい、こういうのって本当に大丈夫なのかとかですね、うん、よりこうちょっとあのあのきちんとした政策論争の土台に戻せばですね、うん、まあ政治とカネでパッとこうみんなですね気持ちが。あの えー、そこで乗ってるところをですねちょっと変えられることはあったんではないかな、ええ、石破さんは昨日の夜、全くこう政策論争を聞いてもらえなかったとは言うんですけれども、はい、そこを受け身になるだけではなくて、もうちょっとできることはなかったのかなっていうね、厳しいことを言うとそう思いますけども、うん、考えてみると、総裁選の時っていうのは、まさに政策論争をやっていた、そういうフェーズだったはずですもんね。 の時は高市さんなり、あのまあ、小泉さんも出てきてるですけど、国の形をです、ねはい、しっかりあの議論してた部分があったと思うんですよね。で、あそこから衆院選の方に行けばです、ね、はい、よりまあ石破さんらにとってもです、ね、政策っていう土台でいうと、石破さん本来話すと、ね、強いはずなんですよ、非常にこう、論客でもありますし、はい、そういうところなんかをです、ね、もうちょっと攻撃的にしていくとです、ね、少し。 ほんの少しかもしれないけど事態は変わったかなっていう気はしますけどもねうんさあ、そしてこの先であります、そうは言っても自公は215議席しかないと、過半数までだって、まだまだあ18議席も足らないとういうことになってくると、これ、どうしていくつもりなんですか、はいまあ、あの石破さん、まずですね、はい、あのご自身であの辞めるつもりはまなくて、ですね。成金<っ>を担うということだと思うんですけど 森山さんもやめない幹事長は辞めないんですか やめないということを昨日の夜ですね、まあ、はっきり言いましたよね、いいなんか<ー>で、ここでやっぱり責任を取るのが、あの小泉進次郎選対委員長だけという形になるとは思うんですよね、<ー>えー、でこれ、多分ですね今日これから臨時役員会とかいろいろあるんですけれども、はい、その中で小泉さんだけはやめるという手続きが進んでいくと思います。<ー>であのその上でですね石ささんんや、まあ、森山さんが中心になって <で>えー、この野党の中から、ですね、うんえー、なんとか政権に上に協力してくれるところを、ですね声をかけて、ですね、はい、あの多数を維持していく工作をですねこれからというか、まあ、もうあの投開票のちょっと前ぐらいから、あのはい、実質的に、えー、やっているっていう話を聞いておりますねは相手はどこなんですか。 やっぱり一番、うん、中心になるのは国民民主党だと思うんですよね。今回、議席が4倍ぐらいになって28議席というところなんですけれども、はい、あの自民と公、単純に言うと、ですね自民と公明と国民民主を足すだけで、ですね、うん、過半数をです、ね、10議席近く上回るんですよね。<ー>で あの国民民主の方はですねもちろん玉木さんが、はいまあ、連立政権には加わらないと、はっきりこうおっしゃってはいるんですけれども、はい、ただ僕も昨日の昼ですね、ちょっと国民民主の関係者の人と、おちょっと電話であの取材をしたりするとですね、はい、やっぱりこう立憲民主党に対しても、ものすごくこ,う、まあ、この4年間ぐらい厳しい思いを僕らはさせられてたっていう話をはっきり言うんですよね。う 政策は比較的自民党に近いところもあると、はい、であのそれをしていくと、まあ、自民党の方もですね、うん、あの連立的に加わってもらう余地はあるんではないか、もし,もしかしたら連立ではないにしても、ですね<っ>閣外協力みたいな形で、ですねあの政策はある程度立憲のもあ国、国民民主党のものを飲むということで、うん、あの加わってもらうっていうようなことを考えてるんではないでしょうかね。なるほど どんなポスト用意しますもし連立に入るとなるとあの国民民主からするとですね、えー、まああのかなり高く言い方悪いけど売ることはできるんですよね例えば玉木さんに副総理とかですね、はい、副総理なるほどなんかこういうクラスのものをですねで小さいものだけではなくてやる、はい、みたいなこともあるんじゃないでしょうかねなるほどわかりましたいや山口さん朝日からどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたまた引き続きよろしくお願いします 産経新聞メディア報道部政治担当ディスク水内茂之さんとつなぎました続いて「ニュースプラスワン」取り上げるのはこちらです日米韓3か国が北朝鮮のロシアへの派兵に重大な懸念を表明 日本、アメリカ、韓国の安全保障担当の高官は25日アメリカ・ワシントンで会談し北朝鮮の兵士がロシアに派遣されウクライナとの戦闘に投入される可能性があるとして重大な懸念を表明しました、えー、日本からは秋葉国家安全保障局長が参加アメリカはカービー大統領補佐官サリバン、えー、安全保障担当大統領補佐官、えー、韓国はシン・ウ国家安保室長とまあこれ まあ,ある意味、事務方のプロ同士という形なんでしょうかそうですね、まあ、日米韓で当然、北朝鮮の問題についてこれまでも話してきましたし、まあ、今回、新しい動きを受けて、はい、まあこういう形で懸念を表明したということだと思います。で、今日え10月28日、月曜日、ヨーロッパ時間で、韓国側がえーっとヨーロッパにですねえまあ訪問団というか、この、 代表団を送ってですね<ー>、えー、ブリュッセルにある NATO とあとはヨーロッパ連合、はい、EU でこの北朝鮮派兵をめぐってですね<ー>、まあ、情報をこうブリーフするっていう会議が開かれるんですね。<ー>でまあ、いずれも大使級だと思うんですけど、まあ、NATO の方は大使級で、えー <laughs> えー、行われるんですけれどもあのそこではですねその最近この NATO 側がインド太平洋アジアのパートナーとして位置づけている韓国以外にも 日本、オーストラリア、はい、ニュージーランド、これらの3つの国も招待して、ですね、うんまあ、NATO の加盟国プラス、まあ、4か国ですね、<ー>が揃ったところで、えー、この韓国側の情報を提供するということみたいです。なので、うんまあ、あのすでにですねアメリカも、そして、まあ、NATO 側も、ですね、はいえー、新聞報道なんかを通じて、えー、この北朝鮮の。 ロシア派兵というのは証拠としては確認しているということなんですけれども、今後、どういうふうにですねまあ声明をまず出すのかということと、同時に、あとはどういう対処をするのかですよね。結局、このロシアへの派兵というところと、これを戦闘地域のウクライナに派兵というのでは、また多分 NATO 側ととしては一個こうクッションを置くというんですよね、はい、で今見られているのがあのこ,のこの夏にウクライナ側が逆進攻したですねロシア側のクルスクここにこの北朝鮮の兵士が送られるんじゃないかというふうに言われてるわけですけれども、うん、いよいよ北朝鮮兵士が一番今戦闘が激しいウクライナの東部に派遣された時に、はい、じゃ果たして、えー、この NATO として、えー、米欧としてどう対応するのかっていうのはあの非常に あの試される場面が来るんだろうというふうに思いますね、うん、あ今までは兵器を、まあ、送るのが主で、まあ、兵器のオペレーター的な人員は入ってるのかもしれないと言われてましたけど、これ、歩兵が入るってことになると、また別ですもんね,そうですね、まあ、だから北朝鮮からすると、まあ、もしこの戦闘部隊、はい、まあそのための歩兵が入っていく。 のが、まあ、事実だとすすればですね、はいまあ、やっぱりこの実践経験をあの積んでいないので、うん、やっぱ訓練させたいというところもあるでしょうし何よりもやっぱり今回のロシア・ウクライナ戦争っていうのは非常に古臭いですね 1>、うん、第1次世界大戦のときのような塹壕戦をやりつつですね他方でこの手段としてはドローンが、えー、かなり大活躍していたりというようなところでこの新しい戦争の形態、うん、こういったものをまあ戦場で、まあ、実戦を通して学ぶ、はい っていうことが、やっぱり北朝鮮としてはメリットと感じてるんだと思うんですね、でそうなると今度は韓国が、それがこの朝鮮半島に生かされるんじゃないかということで、今、ものすごく懸念を示していることから、ですね、まあ、ウクライナに続いて、この情報というものをまあ国際社会に向けて開示してきたのが韓国っていうのは、そういう懸念の表れだと思いますし、ますますこの NATO 側との関係っていうんですかね。まあこの 10年まあ5年ぐらいですね日本と NATO の関係強化というのはもちろん日本ではあの報道されてきましたけれども、うん、ここに来てですねやっぱり韓国とヨーロッパ韓国と NATO の安全保障協力っていうのも、まあ、一気に進む可能性があるかなというふうに思いますねああの先週あたりの報道では韓国も、まあ、あの軍人たちをこうある程度、まあ、軍事顧問団なのか感染部下なのか送るんだという話がしかもその人たちがその北朝鮮の兵士の捕虜になった人への尋問 もも行ううとい,うう、ね、い話も出てますよねやっぱりそういう意味で、はい、あのこの戦争始まって以来、このヨーロッパの安全保障と、このアジア、インド太平洋の安全保障っていうのは不可分だっていうことが、はいまあ、米日米欧のさのまざ、あ、まな声明で確認されてきたわけですけど、ちょっと意味合いが変わってきて、うんあの それまでではやっっぱ連動性だったんですよねつまりあっちで起こってることがこっちにもやっぱり影響するし、はい、今後こっちで起こるかもしれないことがヨーロッパにも影響するから、互いに関心持って協力しますよねっていうような、うんうん、ある種このロジックだったんですけど、こういう形になるとですね、もう本当に密に、直接に、この両方の戦意っていうのが、はいあの、関連するようになっているということで、まさにあの日本なんかはまだ当事者感ないかもしれないですけれども、韓国なんていうのはやっぱりそれでかなり、いやあの、 懸念が高まっていると思いますし、だからこそですね、あの、うん、ユン大統領は。これまで、やっぱりこの戦闘地域に、この直接的な、はい、あの武器支援というのは控えてきたわけですけれども、えー、まあ、それを再検討するみたいな。で、他方、北朝鮮側からすると。うん ある種ロシアに恩を売ることによって、ですね、はい、こう自分の後ろにあのロシアという国がいるんだということを示しながら、うん、ややこの冒険的なあの行動っていうのをこの韓国に対して、まあ、行いかねない、だから最近、南北をつなぐようなこの道路なんかを動かしたりしているっていうのは、これまでの延長というふうにももちろん見れることはできるわけですけれども、うん、同時になんていうんですかねこう、自信を持っているというんですかね、いざという時にはバックに、えー、プーチンが、ロシアがいるんだっていうところを示しながら、 だからですね。うん、まあ圧力をかけてきているというような状況なんで、本当に文字通り、うんはい、あの連関しや、うん、連動し合ってるっていう感じになってきて、非常に日本としても、うん、やっぱり深刻にこの事態を、うん、あの見ていかないといけないかなと思います。うん、a ニュースプラスは日米韓参加国北朝鮮のロシア派へ重大な懸念表明というニュースでありました。 えー、この後ははだみしこさん登場いってらっしゃいをお送りいたします。今週のテーマは紅茶です。今また鉄道商家のオルゴールがね流れてまいりました。ええー 6時半頃にもお伝えいたしましたが、今週の OK 工事アップは JR 東海さん全面協力のもと、東海道新幹線開業60周年と日本放送開局70周年のコラボ企画が実現いたしました。えー、今週1週間、この60周年を迎えた東海道新幹線、そしてその先に待つリニア中央新幹線を特集してお送りいたします。あのー、ゴーロクさん、この新幹線中いうのはどうですか そうです、ね、まあ、ええ、私大阪出身なので,で、ね、やっぱりこう上京してきてから帰省するときに、うん、使ったりします、はい、で、うん、ちょうどあの2003年にこの品川駅が開業した時に TOKIO、はいはい、の歌に変更した。ええ アンビシャスジャパンそう僕ずっとビーアンビシャスやと思ってましたけどそう思ってました僕もそうそうそうアンビシャスジャパンですねやっぱこの印象が強くて最近ちょっと乗ってなかったので歌が変更されたの実際には聞いてないんですけどやっぱり私の世代からするとこのアンビシャスジャパンでこの関西との間を行き来したっていうそんな思い出ですよねてん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 って言って今日も始まるんですよねだから年っていうと 今から21年前なので,、はい、なでティーンエージャーの私が大野<ー> <laughs> さん <laughs> ティーンエージャーそうですあのさっき40周年そして日本放送は 日本さい。60周年で、日本祖70周年。で、新幹線開業は60周年ですよね。で私今年40周年なんで。おー、なるほどー。<laughs> 正そう, <laughs> そうでも20年前ですよね。ねえ、そうだ。私2003年はまさに就職活動を行っている最中だったんで、<ー>この東海道新幹線を使って東藩、あれ、東名、えー、名古屋、大阪とは、なんか、 いろんなところ行ったのに、えー、使った覚えがありますけれどもまあ本当60年でね大変な数の人たちを運んできたという東海道新幹線でありますが、えー、開業したのは1964年昭和39年のことでありました、まあ、ちょうどね東京オリンピックの直前に開業したということになりましたが、えー、それまで在来線で6時間半かかっていた東京大阪間の移動が東京新大阪4時間に短縮されたと。 当時、だからあの超特急ひかりと一番速い列車でも4時間かかったんですよね、それが今は最短2時間21分まで短縮をしたということでありますもともと、であのー、元々これ、え、ー いやいや、あのー、鉄道ファンの方々とか、ちょっと知ってる人はもうね、あの、ご存知だと思いますけれども、戦争中、1939年に弾丸列車計画という、えー、高速鉄道構想というものがあって、えー、これは東京と下関の間を9時間で結ぶという計画でありました。で、これ計画だけではなくって、実際に構造物も少し、あの、トンネル掘ったりとかをしていたということで、えー、その計画がですね、在来線のレール幅よりももっと広い、 標準機と呼ばれるこれはあのまあ,あのヨーロッパのねちょうどスタンダードゲージっていうふうに呼ばれるものでありますがあの当時、まあ、うん朝鮮半島から大陸に向かって走っていく、まあ、あの南半満州鉄道なんかは同じ1435ミ、mm、リの標準機を使っていたんですがそれを国内でも走らそうとこういう計画でもあったわけでありますでまあ,あ戦争で工事は中断頓挫したわけですけれどもその後えー 終戦から。 高度経済成長でそここでで、えー、輸送力逼迫の折、えー、東海道新幹線ととといいうう構想が具現化し始めるということでありますただ、その当時っていうのは、実はアメリカではもう鉄道の時代は終わったというふうに言われていて、えー、自動車と、そして都市間輸送は航空機を使えばいいじゃないかとういうことになっていて、いや、今更鉄道かよというのが、じゃあこれヨーロッパでも鉄道じゃなくて自動車なんじゃないのというのが言われていた時代な ですが、えー、日本ではあこの新幹線計画というもの,の当時の岸信介内閣が1958年の12月に閣議決定をしまして、えー、都市間輸送日本は鉄道であるんだと。 という、ことになったわけであります。で、59年着工、そして64年に開業、着工から5年5ヶ月で開業に至ったということでありました。で、まあ、その後ね、あのー、この、東京新大阪間は徐々にスピードアップをして、えー、しばらく3時間10分で結ぶという時代が、えー、国鉄時代は長く続いておりました。で、えー、最高速度220キロ、そして、えー、JR 東海になってからは270キロ、285キロとスピードアップをしていったということで、 でありますまあこのね1960年代ある意味戦後の坂の上の雲を掴もうという人たちが努力を重ねてきたというものであったんですけれども、まあ、この時代っていうのはねこの日本の周りというのも実はいろいろ動いてたんですよね。 そうですよね、えー、あの1964年と、まあ、国際政治学者、あるいは国際政治史の研究者が聞くと、やっぱり、はい、この中国の核保有のタイミングなんですよね。なるほどまさにこの新幹線があの開通して、はい、でその後オリンピックが開かれてるさな、ま、中に、中国が、うん、あの実験に成功したということで,、はい、で、そこからまさに60年というところでね、えー、やっぱりこの中国の核能力っていうのも増強していて、えーえー、さて、 え今後どうなるのかっていうところがまさにアメリカなんかを中心に今、議論が進んでいるところですけれども、さっきも話あったように、ね、これから10年、はい、まさにアメリカの,あの国防省の報告書なんか言ってるところは、2035年までに、はい、あの中国が持つ核っていうのが、まあ、やっぱり3倍ぐらいになって、1500発ぐらいになってきたときに、さあどうなるかっていう、この10年、ここから先10年が、安全保障上の非常に重要な、あのー、まあ、 間って言うんですかね、ピリオドっていうところで、はい、まあ日本今回こういう選挙なので、えー、さてどうなるか、不透明性をこう、ぬぐ、ぬぐえるかっていうところは重要になるかなと思いますよね。うーん これね、無理やりのように感じるかもしれないんですけど、鉄道に引き伸ばして考えたときに、実は戦争中の弾丸列車計画っていうのもトンネル主体だったんですよ。うん、なぜかというと、海からの艦砲射撃だとか空襲に対して、トンネルを通すんであれば大丈夫だというのが当時の構想としてあったと。リニア中央新幹線は、その86%が地下、あるいは山の中のトンネルであるというのが、これね、 とすると、今後のこのこの10年の。 国際政治の情勢とかを考えたときにどうなんだっていうのも、一つ頭の中の考慮に入れるべきなのかなと、今ちょっとっ。税者の性が低下するってあとやっぱりヨーロッパなんかでは環境問題の観点から、はい、やっぱ鉄道シフトみたいなところ、特に若い人たちを中心に起こってますよね。飛び恥なんて言ってね、行機恥だ、ねはい。だから、そういう意味では、この日本の新幹線も世界に打って出てほしいですしあの、ちょうど戦争が始まって、 1年後にウクライナの元、はい、議会の外交委員長とかあのシンクタンクが日本に来た時に、はい、東京・広島間に乗ったみたいなんですけどやっぱり感激しててで東京・広島とウクライナの首都キーウからです、ね、<え>そこの占領されているクリミアまで、はい、ほぼ同じなんですって。この新幹線にイーラ あの委託関心を寄せてですねあの復興の暁にはこの新幹線を導入して勝利あの列車と名付けたいみたいなことを日本記者クラブで話してましたけれども<ー>やっぱ外国人にとっても非常に魅力的なあの乗り物なんだと思いますよね。うーん まずは、今日はこの東海道新幹線の歴史というところから、まあ、この先、プロローグとしてお届けをいたしました。えー、今週1週間、このね、あの、ゾーンを中心として、えー、東海道新幹線開業60周年、日本放送開局70周年、コラボ企画をお送りしてまいります。えー、ということで、ぜひ明日以降もお聞きいただければと思います。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます飯田浩次の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています 番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいえそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「有刊富士でコラムを連載しています飯田浩二の「そこまで有敢」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK5G、OK、アップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください